皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズのベイ君です。さて今日はね、まさかのゲーム実況ではなくて、いわゆる実写動画、商品紹介というやつをねやります。でね、何を紹介するかというと、こちらでございます。いきなり見せますよ。ドド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 、コンビニでね、見つけたっていうのがちょっと自分的には大きくて、これ買ってきたんですけど、めっちゃ可愛いよね。スヌーピーの菓子入りギフトバッグっていうやつで、中身がなんとね、お菓子5種類入ってるんですけど、その中のね2種類がスヌーピーコーンポタージュスナック、スヌーピーおやつスナックって言って、まあ後でね見せる予定ですけど、なんとお菓子のパッケージにスヌがいるんですよ。結構それって珍しい気がするんで、ぜひね皆さんに見せつつ私食そうと思います。でもう一個ちょっと見つけた、それもねコンビニで見つけたんですけど、これこの紙袋もついてくるね。で中身にこんな感じのカンカンのお菓子ですね、カンカンのお菓子が入ってて、中身の内容がチョコチップパイ、これも後で見せますちゃんとね、とチョコチップパイとソフトチョコが入ってるっていうね。でこれもらったら普通に嬉しいよね。ねえ、ではね、まず先にこのギフトバッグの中身ちょっと見ていきましょうか。リボンでねちゃんと留められとって可愛いよね。で巾着みたいになってんのかな、これ巾着みたいになってるよね。さあ何が出るかな、何が出る、あーリボンがもう巾着の紐なんや。オッケーオッケー、じゃあ開けよう。スチャスチャ開けていく。おお、これ結構ええよ、ええ作りやで。これおー、これ結構ええやん、普通にええやん。ほんで、さあちょっと中身では取り出しますね。出しました。で、これも普通に使える素晴らしいバッグな気がします。そして、中身は、懐かしいような気がするね、これ。麦ポップってこれ、むっちゃ懐かしない。麦麦ってお菓子あったけど、多分そんな感じのやつやんね。麦ポップ。ええやん。で、続いて、これも普通のお菓子やね。見たことないけどね。野菜スナック。うまそう。カルビバーベキュー味みたいな。札幌ポテトバーベキュー味みたいな、そんな感じか。でさらに、ドドン。サイダーラムネ。まあ、これは定番のね、こういうお菓子詰めには絶対欠かせへんやつ。そして、メインイベント2ついきましょうか。こちらでございます。ドン。ええー、やん。ちょっと待って、スヌ、このままやったらこれ、間違えて食ってまいそうやな。色一緒やもんね。下のお菓子と一緒やけど、間違ってこのウッドストックちゃん食ってしまいそうですけど、コーンポタージュスナック。かわいいパッケージ。裏はこんな感じ。いや、いいな。こんなん俺初めて見たんだけど。で、もう一個が、ドドン。おやつスナック。見て、心臓捧げてもうてるやん、スヌ。おいおいおい、マジかよ、これ。調査兵団入ってしまったスヌなんですけども、後ろで見守ってる。これ、あれだから、頑張ってこいよ、頑張ってこいよって言われへんかったよね、でも昔、調査兵団。どうせお前ら何の成果もあげねえんやろ、みたいな、そんな感じですけども、かわいい。じゃ、早速、食す。あ、もう一個の方も一応、中開けよっか。よし。よし。よし。このテープ懐かしい。いやオッケー。開けてなんかもうぐちゃぐちゃしてもうて、この辺ちょっとテーブルにペタリとくっつけといて、さあ開けましょうか。いくよ、ペカーン。いいね、なんかカラフル。あ、でもこれはスヌとは関係なさそう。では早速食していきましょうか。まさかの麦ポップから食してみよっか。これで、こういう時も顔真っ赤やん俺。こういう時は逆から開けるんすよ。するとね、開くんですよね。これ生活の知恵ね。逆、普通に開かんかったら逆から攻めろみたいな、そんな感じ。おー、これ懐かしい。ちゃんと映ってるかな。すげー懐かしないこれ。ちょっと食べますよ。うまい。麦麦やん。麦麦ってみんな知ってる？麦麦ってお菓子があってんけど、まあそんな感じの、これね、牛乳とかを入れて、で、まあスプーンとかで食ったりするのもね、美味しかったんで、これもできんのかな？麦ホップ。
さすがにね、全部開けるのもったいないなと思って。ほんで、この二つは、まあ、なんとなく味わかるやろうから、やっぱこれは飛ばそう。ほんで、次これいこうか。スヌのコーンポタージュスナック。懐かしいね。さあ、こっちから開けれたら、てかこれ開けるのもったいないよね。いくよ。さあ、こっちから開けれるか。開いた。一応丁寧に開けて、さあ行きましょうか。中は、これですね。よくある駄菓子のコーンポタージュスナックと一緒かな。食べてみましょう。Delicious。Delicious Snoopy。普通にこれ。うん。食って、で、スヌのコップにお茶入れてるんで、ええやん。ええ午後の過ごし方してんで、俺めっちゃ。もうこれ漫画とか読みながらも。僕、Kindle でね、漫画読んでるから、もう全然本とか汚れ、あんま気にせんで。端末汚れるけど。ええわ。じゃあ次はこれいこう。おやつスナックいきましょう。心臓を捧げているスヌ様の、心臓を食えるってこと。わけわからん。わけわからんこと言ってますけども、これはまだ、要するに、これですね。これがまさにカルビー、札幌ポテトベジタル、ベジタブルじゃないか。バーベキューみたいな、そんな感じのスナック菓子。いきましょう。うん。うん。なんかね、色ね、薄いから、やっぱ味も薄くて、全然そのバーベキューとかの味じゃなくて、なんやろこれ。うまっ。うまっ。ポリンキーをさらに薄くした味。うん。極限まで、極限まで、味を薄めに薄めた。そんな、うん。もうプレーンに近づける。そんな感じの、うん。お菓子。うまっ。うん。こんな感じで、止まらない系ですね。薄味なんで。うまい。もうみんな俺何喋ってるか分からんかもしれんけど。うまいっす。では、お次は。このスヌのカンカン、こういうカンカンもね、後で使えんちゃうかって思って取っときたいタイプのカンカン、でも結局使わんタイプのカンカン。ではまずチョコからいきましょうか。でチョコ食わせていただきます。これはね、普通にこのクリスマス用のパッケージって感じなんで、まあ、クリスマスにあのお菓子交換みたいなイベントがあったらね、買ってあげたりしていいんじゃないでしょうか。じゃあ食わせていただきます。これ四角のチョコですね。ピント合うかな。こんな感じのチョコ、よくある四角いチョコ。はっ、うん、うまい。うまい。これうまいぞ、普通に。なんかね、四角いからトリュフチョコみたいな味かなと思ったけど、普通のチョコレートっていう、うん、感じのやつでしたね。ミルクチョコレートか。うん、そんな感じやと思う。よし、じゃあ次、パイ行きましょうか。これもクリスマスな感じの装飾がされております。あかん。はいはいはい。これパイって書いてたよね。おー、パイ。うん、この、わかるかな、こういう感じのお菓子で、チョコが入っていると。食いましょう。これはうまい。ホームパイ、うん、ホームパイにチョコ足しちゃったよって感じやね。いいやん。とまあね、スヌ好きにはたまらない、そういう商品を紹介させていただきました。僕はね、ほんとコンビニで見つけて衝動買いしたんですけど、まあデパートとかにも売ってそうな、うん、ものな気がしますけど、いかがでしょうか皆さん。あとね、この袋がついてくるっていうのがまた素敵じゃないですか。というわけで、いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。いやー、僕自身はね、すげー楽しかった。お菓子食べながら動画を撮るってね、なかなか、まあ生放送ではやったことあるけど、動画ではなかなかなかったから、すげー楽しく撮らせていただきました。皆さんありがとうございました。それでは最後にゲストっていうか、この方に登場していただきます。ドド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 ーン、うちの相方スヌ様でございます。もうね、テンション上がってます。俺の袋や言うてテンション上がってますが、最後にね、この方に、まあ、一言いただいて終わりましょうか。それではまた別の動画でお会いしましょう。心リンクゲームズのベイ君とスヌ様でした。バイバーイ。シーン。みんな、ぜひぜひ、このお菓子にお金使って買っていただけると嬉しいです。
僕の懐も潤いますんで、よろしゅう頼ます。ほな、シャン。